ジェフユナイテッド市原千葉アカデミーのフィジカルコーチをしてます前鶴陽です。今フィジカルコーチを行っ、まあ、職業としている上で、まあ、とてもやりがいだなと感じるところは、やっぱりパフォーマンスにこう直結する部分が大きいので、トレーニングした効果が実際に試合に出たりとか、シュートをこう打つときに、まっすぐ打つ分には全然いいんですけど、ちょっと体をひねってシュートをファーに打ちたいとかって言ったときに、ただシュートを打つ練習だけしてたら、まあ、テクニックは上がるかもしれないですけど、そもそもこう体をひねれなかったらシュートは打てないので、まあ、そういった個人個人で違いはある中で、まあ、それがプレーに出てたりとか、まあ、そういうところがこう結びついて、実際に生で見れるっていうのはすごく楽しいことだなと思ってます。トレーナーさんがいてそういった方に憧れてっていうのがよくある話かなと思うんですけど、まあ、僕の場合は全くトレーナーさんがいたような環境にいなかったので、正直トレーナーという仕事は知らなかったです。ただそのどうしてもスポーツは好きで、まあ、サッカーもそうですけどいろんなスポーツを見たり、する中でスポーツに関わった仕事がしたいというふうに、ずっと考えてました。じゃあそうなった時に、スポーツで現場で関われることって考えたら、まあ、選手は正直無理だしコーチもなかなか教えられないとなって、まあ、いろいろ調べていく中でトレーナーっていう仕事が、自分に合ってるんじゃないかなと思って、トレーナーの専門学校に入りました。個人的な性格の一つで、まあ、何かこう人のためにしてあげたいっていう、何かこう人に、まあ、そういう人の助けになりたいみたいな気持ちがどこかであって、何かそういうお手伝いができてできたり、なんか自分のためにっていうよりかはなんか人のためにやった方が、まあ、意欲も湧くしなんか元気も出るので、まあ、そういう意味で何か人のために仕事したいなっていうのはすごく前から感じていて、まあ、トレーナーがそういう、まあ、人のために治療したりするところなので、そこはつながってるのかなと思います。サッカーに関しては小学校の時に小学3年生からサッカーを始めて、続けていたんですけど、まあ、その後中学に進学するときに、まあ、うちの中学校にサッカー部がなくて、で、まあ、クラブチームでやるほどのレベルも自信もあんまりなかったので、どうしようかすごい悩んだんですけど、まあ、なのでサッカーをちょっとやめて、まあ、部活動の中で何をやろうかなって考えて、まあ、テニス部に入りました。でその後、まあ、サッカーに関わることは、なかったんですけど、ただ、まあ、小さい頃からやってきたこともあって、すごくサッカー見るのも好きで、まあ、ちょっとボール蹴ったりするのが好きだったので、まあ、ずっと、まあ、高校大学に入ってもその J リーグですとか、まあ、海外のサッカーも見てきて、で現在はそういうサッカーに関わる仕事が、まあ、専門になってるんですけども、ずっとこうサッカーを小学校から例えばプロになるまでやってきた方って、もう 何十回何千回ともうボールを蹴ってきてると思うので、もう無意識にやっていることが、まあ、僕は逆にそれが無意識にできないので、なんかどうやったらうまく蹴れるのかなとか、どうやったらこ うまく荒い手にこう対応できるのかなとかっていうのを、まあ、感覚じゃなくてここに足をついたらとか、こう踏み込んだらとか、ここにボールを当てたらとか、なんかそういうふうに考えられるのは逆にサッカーあんまりやってなかったからこそじゃないかなと思ってて、まあ、他の競技でもそうですけど、自分がこうやってきてないからこそ伝えられるとか、やってきてないからこそ感じられるところはあるんじゃないかなと思うので、逆にそこは僕の強みじゃないかなと思ってます。そんなに順調に、行ってたわけではなくて、いろいろこう迷いながら、まあ、就職した後また学校に入り直したりとか、そういう道を進んできたので、まあ、段階を踏んでこう階段を上るようにとはなかなかできてないですけども、今は右翼曲折出て今こういう職業に就いてるっていうような形です。一応その選手は3年生でトップチームのキャンプにも行ってて、で、まあ、うちのチームで10番だったんですよね。
去年、シーズン初めに前十字靭帯を怪我してしまう、とても大きな怪我なんですけど、約10ヶ月ぐらいプレーができなくて、まず選手ってみんなそうですけど、すごい落ち込むと思うんですよ。で、なんで自分にそんなことが起きたのかっていう、まずそれ受け入れられないっていう、で受け入れられないけどもう進むしかないみたいな状況で、実際怪我してからすぐ1週間後くらいに手術したんですけど、怪我から復帰するときには正直すごいビクビクしながら大丈夫かなと思いながら、ただそんなのを選手に出すと、選手も不安になっちゃうので、全然そんな表情出さずに全然余裕だろうみたいな感じの話はしますけど、ただ内心はすごいビクビクしながら練習復帰できてよかったなとか、試合はもちろんより相手もあることなのでより不安なところはありますけど、そこはもう選手には伝わらないようにして、ポジティブに話してもういけるいけるみたいな話をしながら送り出して、実際それが叶った時は本当に嬉しいこともそうですけど、さっき言った安心の方が強いカップですね。僕も去年子供生まれて親になって初めて思うんですけど、それに近いと思います。親と子供の関係に近いかなと、親と子供はもう何十年と付き合う中だと思いますけど、そういう中で 2,3 年しか付き合いはないですけど、毎日顔を合わせて毎日、同じことを繰り返したりして、いい悪いをやったりとか、それをこうお互いにこうやり取りしていく中で、こう見守っていくところもありますし、ダメなものできないものは叱って良くしていかなきゃいけないので、そういう意味では、自分の子供とこう重ね合わせることはないですけど、ただそういう感情、親と子供の感情に似てるかな、それが愛情と言われれば、確かに愛情かもしれないですけど、ちょっと恥ずかしいですね、愛情って使うのは。はい。そうですね、スポーツの世界で働くというのは正直簡単なことではないと思います。ただスポーツでしか味わえないことっていうのはすごくあって、そういったサッカーとかどんなスポーツでも、勝った時の喜びとか、うまくいった時の喜びとかっていうのは、何事にも本当に変え難くて、そこでこう味わえる感動っていうのはなかなか日常では本当に味わえなくて、そういうのがこう毎週毎週試合があると毎週のようにそういうのを感じられるので、本当にそれは幸せなことですし、そういう意味で、すごく難しい業界ですけど、本当に入って諦めなければ本当に楽しいことが待っていると思っています。やっぱり簡単に諦めちゃうんですけど、そこは諦めずに目指し続ければ道は開けてくると思うので、そういったことを本当に仕事に就きたいと思っている人はぜひ諦めないで入ってきてほしいなと思います。